お世話になります。一人でございます。今回もまた期間限定レイドが開始されましたので、その情報を共有させていただきたいと思います。今回は巨大マックスピカチュウがなんと出やすくなっています。一見大したことねえじゃねえかよこのカスと思う方もいらっしゃると思いますが、これはレッツゴーピカチュウの特典であって、それ以外では手に入らない結構レアなポケモンなんですよね。しかもそいつがどうやら珍しい技も覚えてるということで、今回捕まえていきたいと思います。はい、じゃあまずはいつも通りですね、不思議な贈り物から必ずワイルドエリアニュースを受け取っておきましょう。一応ね、はい、こんな感じで出ましたら OK ですね。はい、じゃあ始めていきましょう。で、適当に場所は多分ね、いつでも、一緒のようにどこでも出ると思いますので、ちょっと見ていきましょうか。早速来てくれ、一発で来てくれ。あーダメか、ここで頼むよ。あー全然違う。あーダメだ、全然ダメだ。あーダメだ、なんでこいつダメだ、なんでこいつ、あーなんでこんな普通なやつばっか。オッケー、来た来た来た、でけえなめちゃめちゃでけえわ、すげえ。無限ダイナで行こう。ピー、すげえ声がすげえ、めっちゃすげえ。いやーすげえいいわ。まあ、使いどころとかはないと思いますけど、私としてはめちゃめちゃありがたい、持ってないんで本当に。でも巨大マックスピカチュウって他の巨大マックスポケモンと違ってそんなに変わらないっすね。尻尾だけっすね実質。あ、飛来神だって。これ地味に夢属性だし、そこもラッキーだな。めちゃめちゃ、ね、ようやく倒しましたね。これで普通に捕まえていきますよと。あ、やべ、モンスターボール使っちゃった、バカしたな。オッケー来たモンスターボール捕まえれたわ、ラッキーだわ、本当にラッキー、ありがとう。あー全然、あでもでかい金の玉がある、これは珍しいんじゃね多分。しかもこれ3ですから、星3でこのでかい金の玉出るってことは、これがアイテムとして珍しいやつですかね多分。それぐらいかな、他のやつは別に新しいアイテムとか別に珍しいやつはないと。はい、じゃあ見てみましょうか。I3V ということで、これはまああんま良くはないだろうけど、まあとりあえず OK ですね。うわすごいいいね、声が巨大マックスマークちゃんとついておりまして、それで、ハートの尻尾のメスですねちゃんと、これラッキーですね。で特性は飛来神で夢特性と、これはもうめちゃめちゃいいっすね本当に。で叩きつける光の壁10万ボルトフェイントということで、あれなんかね、情報によるとね、波乗りとかボルテッカー覚えてる個体もいるらしいですよどうやら。まあこれはこれでね普通にいいんじゃないですか。光の壁とか覚えてるんですね、勇敢性格で OK じゃないですか。他のポケモン出るかちょっと調べてみたいと思います。もうちょっとダメでしたね。あーダメだ、いらねえな本当に、ダメだね。あーもうダメ。 OK 来た、5だしね。しかもこれちょっと変えるのもったいないけど、ちょっとここでいつもこのイベントレイドやった時はイベントレイドの出たところでちゃんとこのみんなで挑戦やればね、別のイベントレイドのポケモンに変えられるっていうのがあるんで、それちょっとやってみたいと思います。何回かやってみて他のポケモン出ないかね、ちょっとそれ確認しようかなと思いますが、はい、やめると。で5つ星と戦いましょう、これ5つ星だから。あー4つ星出ないですね多分やっぱり。はい、ということで10回以上やってみましたけど全く出ないですね、ピカチュウしか出ませんでした。なので最後ね5つ星のやつ捕まえて終わりにしたいと思います。ピー、声がもう影分子2回積まれてるからな、マジきつい。ボルテッカやってきやがった、うーきつ、ガチ強いんだけどピカチュウ5つ星、いやリピボかな。オッケー、よかった一発で捕まえれた、これはいいね。普通に5つ星のピカチュウ捕まえたと。でアイテムはあと経験飴 L と XL と不思議な飴、あれ、あ金の玉、あ別にそれはないか、いいやつはないか、あんまないっすねアイテムは、特に普通の一般的なやつかなそれ残念だなマジで。じゃあまた見てみましょうか。 5V ですね、これはめちゃめちゃいいんじゃないですか普通に。それで巨大マックス、はいありがとう。で静電気か、こいつ夢特性じゃないですね、残念だな本当に。で雷、光の壁、波乗り、フェイント、あれこいつボルテッカー覚えてたのに、なんで、さっき試合中ボルテッカー使ってきたんだけど、なのに覚えてないし、マジかよ。でもボルテッカー覚えてるやつもいるっぽいですね、テレアの性格。まあしょうがないっしょこれは。とりあえず今回、ピカチュウ、出るということでゲットさせていただきました。1匹はねメスで結構レアだったんじゃないかなと思います。でちなみに夢特性飛来神のピカチュウは今まで手に入らなかったみたいなので、それは特にめちゃめちゃレアっぽいですね。なので私は結構ラッキーな個体見つけれましたね。今回どうせピカチュウ1体だったらイーブイも同時に出せばよかったんじゃねえかなと思ったりもするんですけどね。では最後ゲームフリークさんに一言言いたいのは、これってさレッツゴピカチュウを持った人のみの特典なのに出しちゃっていいの？